さてっと、昨日の材料でいろいろ作ってみようかな。まさか幽霊を連れ帰ってくるとは。つくづく人の予想の上を行くな、お前は。食べられちゃう。その心配はなかろう。あれは全部私の作り話だからな。作り話でも何でもいいから助けて。作り話。うん、より怖がらせるための演出と言い換えてもいい。いい怖がり方だったぞ。ひどいわ。あたし人なんて食べないわよ。許してほしい。悪気はなかった。美しい幽霊のお嬢さん。あらやだ、美しいなんてそんな。何普通に会話してるんですか。幽霊なんですよ。幽霊と話す機会などそうそうないからな。むしろ積極的に交流を試みるべきだろう。ああ、いつまでも立ち話では失礼だな。さあどうぞ座って。ロロナ、お茶を入れてきてくれ。お構いなく。幽霊だから座れないし、お茶も飲めないし。なんだかな。つまりパメラさんは生前の記憶もなく、いつの間にかそのぬいぐるみに取り付いていたと。パメラさんなんてよそよそしいわ。こうして見てる分には普通の女の子と変わらないの。ではお言葉に甘えて、それでパメラはこれからどうするつもりだ。考えてないわ。ここに来たのだって偶然だし。こんな幽霊ならあんまり怖くないかも。あ、でもやっぱり足はないんだ、うん、ではどうだろう。身の振り方が決まるまでこのアトリエに滞在しては。いいの？助かるわ。髪もふわふわしてて確かにいいかも。あ、そんな、ダメ、絶対ダメです。なんだ、行くあてもない哀れな美少女を追い出そうというのか。だいたい面倒を見られないなら最初から拾ってくるんじゃない。拾いたくて拾ってきたわけじゃ。それにこの子幽霊だし。それに師匠がそんな親切なこと言うなんて怪しいです。しっけな。それであれか、私の真の目的は幽霊に怯えてハウハウ言ってる弟子を眺めることだとでも言うのか。やっぱりそんなこと考えてる。あなたはロロナって言うのよね。これからよろしく。近寄らないで。
ああ、いいな。しばらくは退屈せずに済みそうだ。